片山さつき議員が生活保護というのは日本文化からすれば恥です、人様の税金で生活しようとするのですから、と発言していたとして話題になったんじゃけど、これは特大ブーメランだな。お前らも国民が払った人様の税金で暮らしとるじゃろ。これに対しコメントでは、血税で飼われてる公僕が貴族気取りかとか、片山氏はよっぽど恵まれた育ちをした人なのでしょう、貧乏の美の字も知らず大きくなった人なんですね、それもありかもしれないが、人の気持ちなんて理解できない人なんでしょうね、というような意見が上がった。まあ議員は働いた対価でお金もらってるから生活保護とはまた違うかもしれんけど、お前が言うなって言いたいよな。生活保護というのは生きるか死ぬかの状態にまで追い詰められた人が受けるものと言い放った前歴もあるからな。